ミハイル・ドミトリー・ヤビチスコベレフは、ロシア帝国の軍人。不評代表。高官土半国の併合、ロト戦争、トルクメニスタンの占領等で活躍した。ペテルブルクのペトロ・パブロフスク要塞出身。陸軍将尉、ドミトリー・スコベレフの息子。パリのジラルデキシク学校で学び、数カ国語を習得した。1861年、ペテルブルク大学に合格したが、 同大学が学生放棄のため閉鎖されたため、軍人の道を進み、このエシュゲル騎兵連隊に配属された。1863年、休暇で父の住むポーランドに向かったが、同地の1月放棄の鎮圧に志願した。1864年、コノエクロドノケ兵連隊転属を志願し、反乱軍残余部隊の鎮圧に参加した。1868年、 参謀本部アカデミーを卒業し、11月にトルキスタン軍管区に配属された。ブハラ国境での小規模な紛争に従事。1870年、コーカサス軍管区に転属し、翌年1871年3月にクラスノボツクの文献隊に送られ、そこで騎兵隊を指揮した。また、被害のルートの策定という特命を受け、 コサックとトルクメン人3人のみを連れ、灼熱の中を、サリカミシコのミを偵察しつつ9日間で、ムリカリウズンクユ間の 437km、そして16.5時間で、クムセブシエン間 134km を踏破した。1日あたりの平均速度は、時速 48km となる。1873年、ヒバ遠征に、ニコライ・ロマキン大佐率いる。 マンギシュラク文献隊の一員として参加し、1873年から1876年の高感度放棄の鎮圧で活躍した。この結果、高感度反国はロシアに並行され、同時にフェルガナ州が設置され、スコベレフは総督県軍司令官に任命された。8年間にわたる総督在任時、同化政策を推進した。この間、少々に昇進し、 金星武器、四頭及び三頭聖ゲオルギー勲章を授与された。1877年から1878年のロト戦争に志願。この時、スコベレフは敵の的になりやすい白馬に乗り、白い制服、白い聖帽を着用したため、兵士たちから白い将軍と呼ばれた。スコベレフ指揮下の部隊は、ロト戦争中、ロフチャ郊外の戦いで勝利し、 二度のプレブナ教習、バルカン山脈越えの陶器遠征、シエノボ郊外の戦いに参加し、サンステファノを占領した。この功績により、スコベレフは、中将に昇進し、大きな名声を得た。1880年から1881年、遠征隊を指揮し、アシガバア近郊の玉デペヨ祭に立てこもる、デケ部族と戦い、トルクメニスタンを占領した。 この功績により、不評代償に昇進し、二等聖ゲオルギー勲章を授与された。スコベレフは、ロシアをスラブ世界のリーダーと考え、スラブ人国家の統合を夢み、また、オーストリア・ハンガリーとドイツをスラブ人の敵と見ていた。彼の見解は、国際情勢を複雑にする恐れがあったため、アレクサンドル三世は、スコベレフを欧州から召喚した。 1882年、心臓麻痺により死去。1912年、モスクワのトブヨールスカヤ広場に記念碑が建てられたが、1918年、ソビエト当局の命令により撤去された。ありがとうございます。